第4期本因坊戦は本因坊戦の第4期として第3期本因坊戦の挑戦手合の最三番勝負に並行して1946年8月から予選が開始される。1947年に岩本君は本因坊と挑戦者北に実るによる5番勝負が行われ岩本本因坊が3勝2敗で2連覇を果たした。この第4期から全ての手合が 何位に関係なく、前期下外線四目半込み出しにより、行われるようになった。林雄太郎七段、島村俊弘六段、関西の半田早見五段、染谷和夫五段が勝ち抜いた。予選勝ち抜き者と、シードの橋本宇太郎八段、北に実る八段、藤沢倉之助七段、高川角七段の八名で行われた。準決勝は、北に実る、林雄太郎、 関、ハンダ、ソメ夫が進出、決勝3番勝負で、北にが林を2から0で破り挑戦者となった。当時はまだ戦後の混乱期にあり、日本棋院の建物も、戦災で消失したままで、北に林の予選決勝も、柿の木坂の岩本自宅である仮事務所で、行われたほどで対局場の設営も難事だった。このため、挑戦手合は5番勝負とされ、 1947年10月に開始された。第1局は、鎌倉洋産の甲府園。第2局は、野田のもてぎぼ五郎宅第3局は、鉄道電気工業社長を中の行為により本郷の鉄道会館で行われた。3局目は3日目夜に、形勢が悪化しつつあった北にが貧血を起こして、倒れたが、時間切れ負けとするわけにもいかないということで、 葡萄酒を飲ませて、回復後に打ち継いだ。四曲目は、熱海の君野草。この時は北にが腰に、腫れ物ができていて、延期を申し入れたが、予定通りに実施してきたのが、白番半目勝ち。第五曲も、君野草で、握り直して岩本が千番となり三目半勝ちし、通算三勝に入れ、本因防衛を防衛した。序盤、右下隅の大なだれ型で、千番、 北にの黒18からの新型が生まれ、その後の戦いで黒が好調に進めるが、徐々に白が局面を複雑化して、逆転した。翌1848年1月、本因坊に連覇となったことから、岩本は八段に推薦された。また続いて7月から、岩本と御0元の10番後も行われた。ありがとうございます。